ファイアサラマンダー、ファイアサラマンダー、ソルマンドラソルマンドラは、ヨーロッパに生息する、陸性有用類。古来サラマンダー、人影と称されてきたのは本種である。ソルマンドラはギリシャ語の、火のトカゲ、または毒を発射するという意味の、ファイアーが語源。全長15から25センチメートル、稀に30センチメートルに及ぶ。体色は黒地に警戒色として鮮やかな黄色。 稀に、オレンジ色や赤色の反転や島がある。ずんぐりした体と、短くがっしりした獅子、太く短い指、胴体よりやや短い円筒状の尾を持つ。後頭部の両側と、背中の正中線に沿って2列に並んで、下流状の独占がある。ファイアサラマンダーの独占の大きさは、アリオルイ中最大である。オスは、メスよりやや体が小さく、特に繁殖期では、 う排泄口がより膨れている。アリオ類の多くが外敵からの防御のため皮膚から有毒あるいは刺激性の分泌物を出す。これの毒は表皮につく雑菌や寄生虫を防ぐ役にも立っているらしい。ファイアサラマンナーの場合はサマンダリン、サマンダリジン、サマンデロンというアルカロイド系の神経毒を持つ。これはすべての脊椎動物に対して有効な 過呼吸を伴う筋肉の痙攣と高血圧をもたらす毒物である。毒栓は後頭部の両側にある次栓と背部の正中栓に沿った部分に集中している。ファイアサラマンナーの毒栓は骨格筋に囲まれており、その力で乳白色の毒液を高速、秒速 300cm で正確に相手を狙って噴射することができる。ここから発射する毒液が炎のように見えたため、 ファイヤーサラマンダーと呼ばれるようになったとも考えられている。このような技のため、ファイヤーサラマンダーは他種と比べてごく少量の毒で身を守ることができるようだ。アリオ類の毒はコレステロール派生物であり、生産に大量のエネルギーを要し、エネルギー貯蔵の役割も果たしているという説もある。以下のアシュが知られる、暗く湿った場所を好む。一番多く生息するのは、 近くに繁殖に使える水場がある落葉樹林や混合林の臨床でほとんどの時間を石や倒木の下、木の根の隙間、他の動物の掘った穴などの隠れ家で過ごす。ファイアサラマンダーは空間認識能力に優れており餌を取りに出歩いた後は元の隠れ家に帰る。主に視角、補助的に嗅覚によってランドマークとなる地形を覚えて帰り道を判別する。 特に繁殖期になると、オス同士は縄張り争いをすることがある。お互いに立ち上がって、レスリングを行うこともある。餌を取りに出るのは主に夜間だが、雨の後などは日中でも出てくることがある。少しでも光があるときは、視覚に頼って獲物を探し、動きと形状とサイズで餌と判断したものに食いつく。この場合食べ物の匂いがしても動かないものには反応しない。 逆に完全な闇の中では、嗅覚があるになり、動かなくても匂いがすれば食いつく。これは特に変態直後数週間の学習が強く、働いており、この時期に匂いはあるが動かない餌のみ、あるいは匂いのない動く餌のみしか与えなければ、もう一方の感覚での捕食はうまくできなくなる。本種の目の光需要器は、暗所で機能する、肝体細胞が56%を占めており、 人間の視力では完全な闇であるジュールックスの弱効果でも視覚を使った祭人や隠れ替えの帰り道をたどることができる。四季もある。獲物は粘液線に富む舌を伸ばして捕らえるか、直接噛みつくかして丸飲みする。ミミズナメクジクも飛ばない昆虫やその幼虫、さらには小さな両生類など様々な地上性の小動物を食べる。 変温動物なので極端な温度の時は不活発になる。ヨーロッパ北方に分布する個体は冬の一番寒い時期にはほとんど動かない。生態のファイアサラマンダーは外敵に襲われると相手に自線をかざすような警告姿勢をとる。警戒色のためもあり、自然界には成熟したファイアサラマンダーを好んで襲う天敵といえるような銅はいない。毒液の射出は ファイアサラマンダーにとって最後の武器であり、よほど追い詰められないと行わない。飼育下で飼い主を狙って撃つような事故は未だ起こったことがないらしい。皮膚の独占のため外部寄生虫も見られないが、肝臓や腸、高校粘膜に線虫などが寄生していることはよくある。まだ力の弱い容体、亜生体のファイアサラマンダーは、おさむ種類などの肉食昆虫に襲われることがある。 その際必ず腹部から食べられ、背中の皮膚と頭部と尾部は食べ残される。まだ毒占を持たない妖精の時が最も危険である。ヤゴなどの水生昆虫や、マスやカジカなどの魚類、同種の妖精も含めた、水生両生類の良い餌になる。近年東アジアから、ペット用に輸入された両類と共に持ち込まれた、イモリツボカビベトレイコキトリアムサラマンドリベランズによって、 オランダなどいくつかの生息地で大きな被害が出ている。生後4から5年で生成熟する。繁殖期になるとオスの総排接口は顕著に膨れ上がり、中で製法を作る。ファイアサラマンダーの多くは卵体制である。降雪は他のアリオ類とは違い陸上で行われる。多くのアシュでは夏、オスは交配可能なメスを嗅覚に従って見つける。 尾光の中にあるヤコブソン機関が後輩相手の性フェロモンを探知するとされる。オスはメスを下から前足を絡めるように抱え、落とした正方をうまく体をずらしてメスが相配節口にくっつきやすする。卵はメスの卵管の中で孵化してそのまま成長する。8から9ヶ月後、多くは春先の夜メスは単独で水辺に行き、 後半身を水につけて、獅子のある全長を25から3 5ト、mm、ルの妖精を生む。高知の個体群は1年をきにしか出産しないことが知られている。妖精の数は母親のサイズや栄養状態によって異なるが、平均30個、最大70個程度である。生死は数年間保存が可能で、続く産卵期には降雪なしで出産できる。陸上で、 変態の終わった数体の妖体を生む足としては、スペインに分布する S.S. ファスターザの一部同一個体でも、妖精を生んだり妖体を生んだりすると S.S. ワーナデジーや S.S. アルフレッドシミドティがある。温暖で水場に乏しい乾燥した気候に対する適応と考えられる。この場合、妖精は母親の卵管の中で武将卵を食べて成長する。 他の妖精をともぐいすることもある。これは、母親によって栄養が与えられる真の体制である。妖精は温暖な地方では4週間ほど、寒冷な高地では3から6ヶ月で変態し50から70ミリメートルの妖体になって陸に上る。変態はまず尾のひれが消失し、四肢が太くなり、皮膚の色が変わり始める。次に、頭部の形状が変化し、 下とまぶたと目が発達する。最後に、外へらが消失する。皮膚の色の発達は変態後にもしばらく続き、視覚刺激によってパターンが変わっていく。地面が黒い土のところでは黒い部分が多くなり、黄色い土のところでは黄色い部分が発達するとしたカンベラーの実験は、信憑性がない。成長に伴って脱皮を行う。環境が悪いときは、 特に頻繁に脱皮を行う。脱皮中は毒が出せず無防備になるので、通常は夜間に隠れ家で行われる。しばしば脱皮前は3日間くらい絶食することがある。脱皮はまず木や石に粉炭をこすりつけ、頭部の皮を首までずり下げる。脱皮不全を起こすときは、よくこの段階で引っかかってしまい、そのまま窒息死してしまうことがある。さらに肩と胸まで皮を脱ぐと、 あとは靴下を脱ぐ時のようにひとまとめに体を抜いてしまう。だ、ピカクはそのまま食べてしまうことが多い。新しい皮膚はまだ湿り気が多く、脆弱で敏感なので、なんとか皮を乾かそうと手足を伸ばす様がよく見られる。非常に透明であり、ドイツのミュージアム系日比で飼育されていた個体は1863から1913年の50年間に渡り飼育されていた。 ファイアサラマンダーは右の図のように南欧、中央、東欧に生息する。分布の北限はドイツからポーランドにかけて。東はカルパティア山脈に沿ってウクライナとルーマニアまで。南はブルガリアを越えてギリシャとイタリアへ。西はフランスを越えてイベリア半島までである。スカンディナビアイギリスアイルランドには生息しない。多くは 標高400-1000メートルの山地に生息する。ドイツではもっと低地にも見られる。逆にバルカン半島やスペインではもっと高地にも見られる。イカかつてアシとされていたが、現在は独立種に昇格したものである。独占から乳白色の汁を出すところから、ミルクが好物で寝ている目牛を襲って父を飲み尽くすという悪名も着せられた。 ドイツのサラマンダー州 GMBH ザラマンデル聖火社では広告にファイアサラマンダーのラーチが活躍する子供向け漫画を1937年から使用している。ラーチと森の仲間たちが靴をうまく利用して冒険を繰り広げるという物語である。ラーチは人形やぬいぐるみが発売されるほど人気のあるキャラクターだという。スペインのナバラ州では サラ・ソルマンドラという銘柄の赤ワインが生産されている。ラベルにはファイアサラ・マンナーのシルエットが描かれている。オーストリア・ニーダ・ーエスター・ライヒ州の最高峰、シュネーベルクではファイアサラ・マンナーの模様をペイントしたラック式鉄道が運行されている。妖精の生育する水場の破壊、生息地の分断、化学物質による汚染などが原因で確実に数を減らしており、 ウクライナドイツスイスオーストリアなどの国別のレッドリストに入っている。1979年のベルン会議では保護動物とされ、その流れで1992年の EU 生息地指令付属書 I に記載され、夏浦2000による生息地の保全が進んでいる。それ以外にも生息地を横断する道路の下を通って移動できるトンネルの設置、繁殖地の設置、 繁殖に使われる水場のコンクリート護岸の撤去、隠れ家になるシェルターの設置、出産期の生息地への車両の一時的立ち入り、制限などの方策が取られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。